ニューハンプシャ州予備選はエスタブリッシュメントを批判するバーニー・サンダース上院議員とドナルド・トランプ氏が勝利、そして前ニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグ氏が立候補を検討していることを表明。初代ワシントン大統領を除いて主要政党以外の候補が大統領選に勝利したことはありませんが、最も目覚ましい結果を残したのは誰でしょうか。最も成果を上げた独立系候補はロス・ペロー氏。1992年に 19% の票を獲得しました。社会党候補のユージン・ビクター・デブス氏はスパイ防止法違反で服役中の1920年に獄中から立候補しておよそ91万5千票を獲得しました。独立系の候補で最も多くの選挙人を獲得したのはジョージ・ウォレス氏です。ただしテディ・ルーズベルト大統領は除きます。1912年2期目を目指して共和党を去り、革新党候補として出馬しましたが敗れています。緑の党のラルフ・ネーダー氏は2000年の大統領選で民主投票を一定数獲得。これでジョージ・ブッシュ氏がかろうじてフロリダ州で勝利、結果大統領に選ばれています。